フォッカードクター、アイフォッカーアエロプラーアンバウは、オランダの航空機メーカーである。インドネシア生まれのオランダ人、アントニー・フォッカーによって1910年に、ドイツのベルリンに設立された。第一次世界大戦で、マンフレート・フォン、リヒト・ホーフェンの蒸気として、有名なフォッカードクター・アイなどの戦闘機を製作した。スーパー・ユニバーサル・ハネダ飛行場ドイツの敗戦後、 航空全面禁止となって航空機製造が困難になると、1919年にオランダに新しいフォッカー車を設立した。旅客機の分野でフォッカー 3M などの製造を行った。また、1920年代には近代的旅客機のスーパーユニバーサルを開発し、日本の中島飛行機でもライセンス生産されるなど、世界各国で使用された。 アントニー・フォッカーはアメリカに移住し、1923年には、フォッカー社のアメリカ使者として、アトランティックエアクラフト・コーポレーション・オブ・アメリカを設立した。1930年、ゼネラル・モーターズ参加、ゼネラル・アビエーションとなり、さらに1933年には同じく、GM 参加となった、ノース・アメリカンと合併した。アントニー・フォッカーは1939年に、 アメリカのニューヨーク市で死去した。二27フレンドシップ1939年9月に開戦した第二次世界大戦勃発とその後のドイツによるオランダ占領により一時的に生産及び開発の停止を余儀なくされるが、1945年の終戦後、フォッカー社は活動を再開している。1946年には、 軽飛行機のホッカー海25を開発、引き続き1950年代には、旅客機海27、フレンドシップや会28、フェローシップなどの旅客機を製造し、特に会27はベストセラーとなり、世界各国で運行された。フレンドシップ以降は、エンブライルやボンバルディアなど、同クラスの航空機を次々と開発する他企業の成長によって、不振となり、 1990年代に入り、ドイツのダサやフランスのエアロスパシアルなどから出資を受けて経営を立て直そうと試み、1993年にダサに買収されて完全公会社化された。新型のフォッカー70の開発、生産が続けられたが、ダサは不審の小型機部門の切り離しに取りかかったため、1996年に倒産した。ありがとうございます。